たいですということで、今日はですね、購入品のご紹介をいたします。何を買ったかと申しますとですね、サングラスを買いました。サングラスを買いましたね。皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。私がですね、パリに、出張に行きました。6月の末ですね、6月の末にパリの出張最終日ですね、出国の日に、しかも空港に行くまでのその地下鉄で、サングラスをパクられてしまうという、最後の最後にスリに遭うという、そういう事件に遭遇しまして、それまで使っていたレイバンのですね、私が思い入れのある、上智大学に受かった後に買った思い入れのサングラスがなくなってしまった後、しばらくですね、ちょっとサングラスを、ちょびちょびですけども探しておりましたと、で、今回ね、購入に至ったわけなんですけども、今回はですね、またレイバンとかで買っても、ちょっと面白くないかなと思って、どうせだったらちょっとこう、未開の地へ足を踏み入れたいということで、ちょっと面白いというか、いわゆる一般のそれレイバンとか、そういうブランドじゃないところのサングラスを買いました。それがこちら、バーン、ジェントルモンスターっていうね、皆さんご存知ですか。ジェントルモンスターっていうね、サングラスのブランドなんですよ。これサングラスのブランド、ジェントルモンスターってね、ちょっとね、僕もなんか探してるうちだったりし、こうね、こう行き着いてですね、ジェントルモンスターっていう、こう韓国のブランドなんですよ。韓国のね、サングラスのブランドですね。結構エッジが効いたサングラスいっぱい作ってて、面白いサングラスすごいいっぱい作っててね、おなんだこれはと、私はそこに造形美を感じまして、どうせならね、なんかこういうちょっと新鋭の新しいサングラスブランドのものを買ってみようと思って、で、こう見てたらいいものがあったので、おいいじゃないですかこれと思ったものを買いましたと。今回ですね、私通販で買ったんですけども、本当に航空便という形で、こういう形ですね。すごい超ちゃんとしてる。ちゃんとショッパーに入って、箱に入ってショッパーに入って、でその中にですねこう入って、本当にお店でお買い物したかのような感じですね。ペーンということで、おお、箱もめちゃくちゃ立派だな、これな、箱も立派でございます。はい、ジェントルモンスター、すごい立派。こういうとこって大事ですね。はい、じゃあこれ、パカッ、おお、中にこれケースですね、多分ね、これメガネのケースだと思うんですけども、箱の中にこういったケースが入っておりますね。お、そしてメガネ、ジラスでしょ、ジラスぞ俺は。はい、こういうケースですね。結構立派な、しかもこの形も面白いですね。普通のなんかメガネケースのね、なんかああいうこういうやつじゃなくて、またこれも面白い。でもここ、合皮かな、合皮なのかな、立派なケースに入ってますね。ではではお待ちかね、でるる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 る、あ、ちょっとまた袋に入ってた、ということで、バーン、どうでしょう、これもうね、結構僕は勝負に出た感じですね。クリアのサングラスというか、グラスって感じでね、メガネですよね、これどうでしょう。このね、フレームがね、中のフレームが透明でこう見えてるのがね、すごい、あ、いいなと思いまして、購入に至ったんですよね。で、皆さん、これだけじゃない。これはこれでなんかこうハイテク感のあるね、フューチャー感があっていいでしょ、これね。なんか未来から来た少年みたいなね。そういう感じがして、これはこれでいいんですけども、ここにですね、私、オプションで、もう一個、このグラスに、サングラスっていうかね、メガネにカスタマイズできるものを買いましてですね、それが、こちらでございますね。また袋入ってます。
はい、これです。タカーンと、わかりますか、これ。これこうやってつけて、こうサングラスにできるという、そういったこのオプションのパーツをですね、僕別注というか別で買いまして、ちょっとこれつけてみますね。実はこれつけたところの方が僕は結構好きなんですよね。つけた面の方が結構好きでですね。どうでしょう。いいね。このさ、金のフレーム、中にこう入ってるフレームと、ここのね、今カスタマイズしたレンズの部分のこの金のフレームといい、これがなんかこういいじゃないですか。こうメカ感があるのね。メカ感、ちょっと何これ、ギアっぽい感じがしてね、非常に僕はほらね、あのシンプルで、まあこうやってねかけるとウェイファーラーっぽいんだけども、でもよくよく見るとクリアのフレームで、この輝く金のフレーム、この縁がいいじゃないですか。はい、ということで、まあどうでしょう、非常に気に入っております、私は。しばらくこのサングラス、かけようかなと思っておりますね。で、気になるお値段の方、気になるお値段の方をちょっとね申し上げますと、ですね、本体がこのそもそもまずこのメガネ自体が多分ね2万円くらいかな、確か200ドルだったかな、200ドルなんで2万2,000〜3,000だと思っていただいてい200ドルですね。そしてこのグラスというか、このねレンズですね、あのカラーレンズが、カスタマイズして、このパーツがねですね60ドルなんで、このメガネ自体は、2点で260ドルなので、まあ約27,000とか27,000〜28,000ですよね。でそこに、一応こう海外からの送ってくるので送料がかかりまして、送料3,000なんで、まあ計締めて3万円くらいの、送料も全て込み込み、総計3万円くらいの、まあなんかそれくらいの価格でございますね。どうでしょう、ちょっと機械仕掛け感があっていいでしょうかね。どっちがお好きですか。僕は結構ねこのレンズつけた方が好きなんですけど、これはこれで、これはこれで、もうちょっとね皆さんこれディティールを見せた方がいいね。なんかさっきから俺あんまりディティールを見せてないんですけども、こういう風な、これが多分ね、ジェントルモンスターのこれ、ロゴなのかな？これ、おし、美容系の裏技。はい。これが多分ジェントルモンスターのロゴなのかなと。でね、結構僕が好きなのは、この内側っすね。内側わかりますか？この辺。うん、内側のこの辺の金具の感じとか結構僕好きですね。はい、でこっちにはジェントルモンスターと刻印が見えるかな、見えにくいですね、すいませんね。ジェントルモンスターと、はい、ここだけですね、金のフレームが入ってるのは。こっちのあの前のね、フロント部分にはあんまり金のものはほら入ってない感じで、これ自体には全くどうも何もなくてですね、はい、こうまあ、これはこれだね。これはこれ。なんかもうこれだとね、サバゲーみたいな。これサバゲーもいける感じですけども。で、これがですね、はい、レンズなんですけども。この、見てください。これビューン、ビューンってなると思うんですけど、ここがですね、ちょっとこうしなる感じになってて、ほら、こういう、ちょっと可動域がある感じなんですよね。なので、ちょっとまあ、こうやってね、スムーズにパチッとこうカチッとはめることができると、はい、物だけお見せしましょう、はい、どうでしょう、素敵でしょ、はい、ということで今回ですね、私はこのジェントルモンスターのサングラスを買ったわけなんですけども、本当に先ほども申し上げた通りね、すっごい面白いサングラスめちゃくちゃ出してるので、
あの皆さんもあのもしよろしければジェントルモンスターあのチェックしてみてください。イケてます。イケイケ あの造形美を感じるサングラスだ。いわゆる普通のサングラスに飽きたような方はあのぜひぜひ見てみていただいてどうでしょうか。そんな感じです。ではまた。